コロナ退散アマビー仏壇沖縄タイムス沖縄の新聞に掲載です金箔が吹いても励げない国産仏壇お仏壇の販売が天職長田後期でございます2020年5月の17日日曜日今ちょうど朝お朝5時55分53秒54秒 55555う縁起がいい朝動画でございます。ちょうど5がビラッと並びましたですね。はい。もう外明るくなってますね。はい。実際ですね。ありがたいことにですね。こちらのコロナ対散アマビエ仏壇ですね。沖縄の新聞に掲載いただきました。こちらでございます。嬉しかったですね。もう本当もありがとうございます。あの、ちょっと読ませてもらいますね。アマビエ仏壇でコロナ収束祈願熊本疾病退散の妖怪。 熊本市西区の仏壇店、和島漆器仏壇店が新型コロナウイルスの早期収束を祈願し、疾病の流行を諌めるとされる妖怪、アマビエを描いた仏壇を制作した、えー。発案した中田浩輝社長、えー、は、アマビエの姿を見た人が一人でも多く救われてほしいと思いを込める。アマビエは江戸時代に非豪国、現在の熊本県の海に現れたとされる犯人、犯魚の妖怪。 当時の瓦版にはその姿とともに疾病が流行したら私の姿を映して人々に見せようと言い残したとの記載がある、えーね、値段はコロナイヤイヤの頃に合わせ567万1818 18円だが販売するつもりはないと永田社長まあまあ実際そうですねまあ本当ですね、まあ、コロナイヤイヤでですねだいぶ最近収まってきてますけどですねまあそういう思いを込めてこちらのアマビエムツ作らせていただきましたもうありがたいですね沖縄もう嬉しいですもう本当もう はい、沖縄タイムスにですね、えー、コロナ解散アマビエ仏壇、えー、紹介いただきましたついに海を越えました。 をこちらにありますようにですね、共同通信社これはあの共同通信社さんがですね、取材に来ていただいてそれをパーッと配信してこの間はあの東スポあれ150万部あるんですよね150万部、えー、それある東、えー、スポにも掲載全国掲載いただきましたですね。まあ、そういう形でですね、ですからあの、まああのまあ、ちょっと余談になりますけど私のような商売してらっしゃる方ですね、プレスリリース、まあ、マスコミさん共同通信社さんにはです、ね、必ず送ったかいです。 こういう奇跡が起こりますので,です、ね、はい、もうかなり今回、共同通信社さんからです、ね、あの新聞記載をいただいております。はいまあ、まあそれはともかくとしてです、ね、共同通信社の中村記者様、も可愛いか記者さんでございました、ありがとうございました、心よりお礼を申し上げます。はいまあ、という形で,です、ね、あの本当にです、ね、こういう新聞記事にもお力をいただいておりますので、今日も元気に頑張っていきたいと思いますやっぱり早、ね、早くコロナ早期退散でございます。 はい。では、ここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。皆様の開運をあてん、お祈り申し上げます。